よし、みんな、あとちょっとで完成だよ。気合い入れていこう。お姉ちゃん、何これ。あ、マーレ、どうしたの。すごい音が聞こえたから気になって。お姉ちゃん、こんなにたくさんのドラゴンキンを呼び出して何作ってるの。なんだと思う。なんだろう。見た目はナザリックそっくりだけど。その通り。私が作ってるのはもう一つのナザリック地下大墳墓だよ。外側だけじゃなくて内装もほとんど一緒なんだよ。どう、すごいでしょ。ってなんでそんな怯えた顔してんの。まさか お姉ちゃん。何よ。なんでもないよ。何ごまかしてんのよ。はっきり言いなさいよ。わかったよ。お姉ちゃん、もしかしてナザリックから独立を企んでるんじゃ。はあ、何言ってるの。そんなわけないでしょ。だってこんな大きな拠点をわざわざ別に作るってことは、そういう、はあ、あんたね、私がこれを作ってるのは、この気配。ゲートクローズ。アインズ様。順調に進んでいるようだな、アウラよ。アインズ様、来てくださったんですか。おお、短い期間でよくぞここまで作り上げたものだ。礼を言うぞ、アウラよ。お礼なんて、アインズ様のご指示に従うのは当然のことですから。あ、じゃあもう一つのナザリックを作れっていうのはアインズ様のご指示なんですか。そうだ。いつ何時外部から侵入者がやってこないとも限らんからな。そうした場合に備えて侵入者を誘い込むためのダミーを建設しておく必要があったのだ。これもまたナザリック強化計画の一環というわけだ。そういうことだったんですね。ん、どうしたんだ。あ、いえ、僕はてっきりお姉ちゃんが独立を企んでいるのかと。え、独立。だから、そんなわけないって言ってるでしょ。だ、お姉ちゃんごめんなさい。たく、アインズ様、誤解なさらないでくださいね。ああ、アウラが独立？そんなはずは。だけどシャルティアの例もあるし。アウラよ。何ですか、アインズ様。日頃の生活に何か不満などはないか。え、私がですか。お前たちは普段私のために実によく働いてくれている。しかし私はそんなお前たちに何の見返りも用意していない。何か私にできることはないかと思ってな。何をおっしゃってるんですか、アインズ様。見返りだなんて、そんな。そうですよ。僕たちはアインズ様にお仕えすることが何よりの喜びなんですから。お前たちがそう言ってくれるのは嬉しいのだが、これは私自身の望みでもあるのだ。アインズ様の部下の働きに報いることは上に立つ者の使命であり、同時に喜びでもあるのだよ。さて、アウラよ、何か欲しいものはないか。いきなり言われましても。お前はダミーのナザリックを建設するという偉業を成し遂げた。遠慮する必要はないのだぞ。アインズ様のお気持ちはとっても嬉しいんですけど、やっぱり私だけが受け取るわけにはいきません。そうか。他の階層守護者たちもアインズ様のために働いているのは一緒ですから、私だけが褒美を受け取るのはおかしいかなって。確かに、お姉ちゃんだけが褒美を受け取ったなんてアルベドさんやシャルティアさんに知られたら。確かにまずいことになるな。よくわかった。ならばこの話は次回の会議で話すとしよう。それがいいと思います、
ではさらばだ。アウラよ。何でしょうか。これからもよろしくな。はい。では本日の議題は以上ということでよろしいでしょうか。一つ話したいことがあるのだが構わないか、アルベド。アイン様、もちろんでございます。どうぞお聞かせください。まずは皆、今日はよく集まってくれた。皆の日頃の働きぶりに私は深く感謝している。アイン様、そのようなもったいないお言葉、恐悦の至りにございます。しかし私どもはアインズ様のために働くことこそが。アルベドよ、私はまだ話している途中だ。大変失礼いたしました。ポイント稼ぎに失敗したようでありんすね。あら、シャルティア、それはどういう意味かしら。度を超えたゴマすりは逆効果でありんすよ。ゴマすり、私はただアインズ様の忠実なるしもべとして素直な気持ちを告白したまでです。忠実なるしもべね。ご主人様そっくりの抱き枕を寝床に連れ込んでよだれまみれにするのが忠実なるしもべの振る舞いでありんすの。シャルティア、御方の前で私を恥ずかしめるとは、覚悟はできてるんでしょうね。あら、お顔におしわが寄っていんす。こじらせたサキュバスは実に厄介でありんすね。表に出る。いい加減にしないか、恩美の前であるぞ。申し訳ございません。失礼いたしました。まったく、どしがたいな。年中行事とはいえそろそろ学習していただきたいものですね。ではアインズ様、お話の続きをお聞かせ願いますでしょうか。うん、実はな、皆の働きに報いるためナザリックに福利厚生制度を導入しようかと考えている。福利厚生、それ何ですか。私が元いた世界には会社というものがあってな、まあギルドのようなものだと思ってくれればいい。詳しく説明すると長くなるが、メンバーが快適に働けるよう会社が提供するサービスを福利厚生というのだ。実際は整備されてない会社もたくさんあるんだけどな。かくいう俺も福利厚生の恩恵に預かったことなんて一度もないし。サービスですか。そうだ、手始めとして皆が望む施設をナザリック内に作ろうと思う。ナザリックの住み心地を良くすることはナザリックの強化にもつながるからな。何か希望はないか。アイン様、大変素晴らしいご提案であると思うのですが、ナザリックは現状のままでも十分設備は揃っているのではないかと。第9階層にはスパリゾートやバーもありますしね。ネイルサロンもありんす。おかげでいつも爪を美しく保てていんす。雪山もあればジャングルもございます。ないものを探す方が難しいかと。そうか。お、マーレが発言するなんて珍しいね。こないだアインズ様のお話を聞いてからずっと考えていたんですけど。遠慮する必要はないぞ。ナザリックはお前たちの場所なのだからな。いかなる望みでも実現してみせよう。では海をお願いします。海だと。はい、第六階層のジャングル近くに海があればもっとたくさんの動物や植物を育てられるかなって思って。あんたね、物事には限度ってものがあるでしょうが。ダメでしょうか、やっぱり。いや、まずは皆の意見を聞いてからだが、他にはないか。そうですね、強いて言うならトーチャールーム、拷問部屋でしょうか。拷問部屋なら
第五階層にあるではないか。私はもっとバリエーションが欲しいのです。火攻め、水攻め、石滝に投薬、彩の瓦なんてのもおつですね。そうか。お姉ちゃんは何かないの？私はやっぱり調教施設かな。鞭を思いっきり震えるような。それは拷問部屋とどう違うのだ？調教と拷問は全然違うよ。愛がないと調教は成立しないんだよ。アウラ、拷問も愛がないと成立しないんですよ。そうなの？アイン様、申し上げてもよろしいでしょうか？うん、構わんが。可能なら子供部屋を作っていただけないでしょうか？はあ。壁はピンクにして、天井からはモビールを吊り下げて、中央にはベビーベッドを置いていただきたく。そんなものがどうして必要になるでありんすの？シャルティアには関係ないでしょ。作りたければ作ればよいと思いんす。ですがデザインには私も口を挟ませていただきんす。壁は黒、モビールはコウモリ、ベビーベッドはゆりかごに変更いたしんす。どうしてあなたが口を挟むの？知れたことでありんす。最初にその部屋を使うのは私でありんすもの。シャルティア、どうやらあなたとは決着をつける必要があるようね。あら、結果の見えている勝負をどうして行う必要がありんすの？そうでしたわね。あなたとわざわざ勝負などせずとも、御方のお子をなすのはこの私。さあアインズ様、お部屋の内装について話し合うでありんす。アインズ様から離れろ、このメギツネ。静粛に。申し訳ございません。失礼いたしました。なんかデジャブってやつ。この議題については次回に持ち越しとする。解散。アイン様、どちらへ？個人的な用事だ。福利厚生と一口に言っても皆の要望は様々だな。みんなの望むサービスを提供できれば裏切りを未然に防げるんじゃないかと思ったんだよな。もちろんみんなの忠誠心を疑ってるわけじゃないけど、シャルティアの例を考えると絶対にないとは言い切れないし、打てる手があるなら今のうちに全て。アインズ様、デミウルゴスか。第一階層においでになるとは、外出されるおつもりですか？いや、そういう。皆までおっしゃらないでください。アインズ様の意図は承知しております。いかなる時でも我々がアインズ様をお守りできるかどうか試されたのですね。うむ、そんなところだ。ご安心ください、アインズ様。あらゆる事態に対処できるよう配下の悪魔を至るところに忍ばせております。そうか、ご苦労だったな。先ほどの議題につきましても、アインズ様の賢明なる意図は推察できました。議題というと福利厚生の件か？さようでございます。さすがアインズ様、あのような方法で反乱分子をあぶり出そうとは実に素晴らしい。反乱分子？餌につられて動くものほど寝返る公算が高いわけですからね。目の前に餌をぶら下げて反応を確かめるのは忠誠度を測る最良の方法と言えましょう。まあそういうことだ。別にそういうつもりじゃなかったんだけど、まあいっか。目先の損得で動く恐れのあるものにつきましては今後監視の対象といたしましょう。しかしながらアインズ様、どうした？先ほどアインズ様がご一喝なさった際、我々は畏敬の念に打ち震えました。アインズ様のその威厳、我々が裏切ることなどありえないと私は断言いたします。威厳か。部屋に戻る。引き続き警備を頼む。は。
アイン様はまだお戻りになっていないみたいね。では失礼して。そーい。いつ嗅いでもアイン様の香りが最高にかぐわしいわ。今のうちにたくさん吸い込んでお腹の中に溜めておかないとね。これは足音。まさかアイン様がもうお戻りに。少し横になるか。ん？ベッドが妙に生温かい。なぜだ？危ないところでしたわ。どうにかベッドの下に潜り込めたからよかったものの、まあこれはこれで胸躍るシチュエーションではありますわね。威厳か。確かに大事なことだよな。アインツ様が独り言をおっしゃっている。アインツ様の本音を聞けるまたとないチャンス。組織のトップに立つ者が弱腰だったらついていこうとは思わないからな。とはいえいつでも威厳があるように振る舞えるかというとそうとも限らぬ。どんな時でも威厳があるよう振る舞えればいいんだが。アイン様は何やらお悩みのようね。守護者統括として聞き逃すわけにはいかないわ。どうすれば威厳ある振る舞いを保てるんだ。もっと演技力があればいいのか。こんなことなら演技に関係するスキルを習得しておくんだったな。もっともこの世界で役に立つのか定かではないが。演技ですって？アイン様は演技力を求めてらっしゃるの？演技力があれば冒険者として行動する際ももっと楽に振る舞えるだろうしな。今更言っても仕方ないけど。さて仕事に戻るとするか。ん？気のせいか。主君の求めるものを捧げるのが神官の務めですわよね。はあ、今日は二度もアインズ様に叱られてしまったダーリンス。アルベドを踏み台にしてアインズ様に近づく予定でしたのに、なかなかうまくいかないものでありんすね。あら、この音、アッシュール・バニパル大図書館の方から聞こえるようでありんすが、あれは本の山？なんだかもぞもぞと動いているようでありんすが、本の隙間から羽が。あの特徴的な形はアルベド？あの山の中にいるのはアルベドでありんすの？ですが一体何を？これじゃない、これでもない。確かこの辺りにあった。ありましたわ。これさえあればアイン様は。不審者を絵に描いたような様子でありんすね。不審でない時の方が珍しいのでありんすが、アインズ様がどうとか言っていたのは気になりんすね。アルベド、どうしたのだ、そんなに慌てて。見苦しい姿をお見せして申し訳ございません。少しだけお時間をいただいてもよろしいでしょうか。
構わん、申してみよう。先日議題に上がりました、その福利厚生か。その件に関することなのですが、ナザリックに劇場を建設してはいかがでしょうか。劇場だと？ナザリックの住人の中には娯楽を求める者も少なくはないと思われます。一定の需要はあるのではないでしょうか。そうかもしれないが、古の帝国は娯楽を提供することで民の不満を解消し、反乱を未然に防いできたそうです。今後私たちが世界を支配する上で参考になるのではないでしょうか。なるほど、興味深い提案ではあるが、ナザリックに手を加える以上、まずは皆の意見を聞いてみなければな。その点につきましてはご安心ください。デミウルゴス以下階層守護者大多数の署名をすでに得ております。なんと素早いフットワーク。そうか、熱意があるのは結構だが、しかし演目はどうするのだ。まずは台本が必要なのではないか。もちろん用意してございます。この書物、アッシュール・バニパルから持ち出したのか。さようでございます。この台本はアインズ様がかつていらっしゃった世界から持ち込まれたもののようです。きっとタブラさんだな。あの人、キャラクターの設定はディテールが大切だとか言って、北欧神話やらクトゥルフやら、果ては源氏物語に至るまで世界中の古典を集めまくってたもんな。それでどのような内容なのだ。それはですね、なぜ言いよどむ。内容を確認してきたのではないのか。もちろん確認してございます。この作品はロミオとジュリエットと申しまして、いわゆる悲劇です。悲劇か。観客を選ぶのではないか。司書のティトゥス曰く、文学的かつエンターテインメント性にあふれた作品とのことですから、演目としては適当ではないかと。まあいいだろう。それで役者はどうするのだ。来た。ナザリック内から適当なものを選抜する予定ですが、大切なのは役に合ったものかどうかという点でございます。愚かな者が賢者のふりをしても本性を隠し通せるものではありませんから。なんだか突き刺さる言葉だ。一理あるかもしれないな。まずは主役のロミオにふさわしいものを選び出さねばなりませんが、ロミオは貴族の長子という設定でございますから、高貴なるお方が演じられるべきではないかと。してそのものとは。決まっております。ナザリックで最も高貴なお方といえばアインズ様を置いて他にはいません。待て、それはつまり。主役はアインズ様にお願いしたく存じます。はあ、おいおい、いきなり何を言ってるんだよ。アルベドよ、私はそれほど暇ではないのだ。そのような依頼を引き受けるわけには。演技力を身につける格好の機会となるかもしれません。なんだと？実際に役を演じること、それ以上に演技力を身につける有効な方法はないのでは。それはそうかもしれないが。演技なんてやったことないけど、少しでも経験を積めるならやるべきなのか。いやだけど、部下たちの前で無様な演技は見せられないし。もしやアインズ様は不安を抱かれてらっしゃるのですか。何分唐突な話だからな。ご安心ください、アインズ様がご自身の演技に満足されるまでみっちりぎっちり稽古をいたします。ご納得いただけない場合はいつ降板していただいても結構です。なるほど。もちろん公演前の稽古は非公開で行います。断じて部外者は立ち入らせません。そういうことならばやってみないこともない。ああ、さようでございますか。計画通り。それでは早速
スケジュールですが。そこまででありんす。シャルティア、今大切な話し合いの最中で。あなたの企みは全てお見通しでありんす。おとなしく観念いたしんす。企み？何のことやら。適当な言いがかりをつけないでもらえるかしら。言い逃れるつもりなら全てをこの場で明らかにいたしんす。どういうことなのだ、シャルティア。私、司書のティトゥスにロミオとジュリエットのあらすじを聞いたでありんす。この物語の主人公ロミオとヒロインのジュリエットは劇中で恋に落ちるでありんすが、二人はお家の事情で引き裂かれてしまうのです。なんと悲しい物語なんでしょう。問題はラストシーンでありんす。毒を飲んで倒れたロミオにジュリエットはをするでありんす。ロミオの毒を吸い込んで自らも死のうと試みる悲劇的かつ芸術性の高いシーンですわ。何の問題がありますの？これを見ても同じことが言えるでありんすか？それは反逆票。シャルティア、それをどこで？ナザリックのメイドはあなただけに従っているわけではないことをお忘れなく。シャルティア、それは一体？アルベドが書き上げた配役表でありんす。ジュリエットの欄にあろうことかアルベドは自分の名前を書いたでありんす。なんだって？もしもアインズ様がロミオを演じられるならアルベドはアインズ様とキスをすることになるでありんす。よりにもよって守護者統括が策を弄してアインズ様の唇を奪おうとは、職権乱用にも程がありんす。なるほど、それがアルベドの狙いだったのか。まあ俺唇ないんだけどな。私には下心など微塵もありませんわ。私はただ公演を成功させるために。それならどうして私のもとに署名を求めに来なかったでありんすの？それは私に感づかれたら妨害される。そう思ったからあなたはまずアインズ様のご同意を取り付けようとしたのではなくて？シャルティアにしては随分頭が回るじゃない。でもだったらどうだっていうの？アインズ様はすでに計画にご賛同されたわ。まさか今さら計画を中止にしろとは言わないわよね？言わないでありんす。え？計画は続行いたしんす。私はただ配役を公平に決定してほしいだけでありんす。公平に？オーディションですよ。デミウルガス、どうしてあなたがここに？シャルティアから相談を受けましてね。あなた、先ほど私の提案に賛同すると。劇場建設については賛同しましたが、配役について賛同した覚えはありませんね。主役をアインズ様が演じることについてはナザリックの中に異論を持つ者はいないでしょう。ただしヒロインとなると話は別です。アルベドがヒロインを演じるとなれば、シャルティアをはじめ不満を抱く者は少なくないと思われます。後々のトラブルを避けるためにもヒロインは公平に決定すべきでは。それでオーディションというわけ？さようです。オーディションという開かれた場で実力を証明すれば誰も文句は言わないでしょう。しかし。あら、アルベド、あなた負けるのが怖いんでありんすの？何を言っているの、シャルティア。私があなたに負けるとでも？そこまで自信があるならオーディションを拒否する理由はないでありんす。わかったわ。公開の場であなたと私の実力の差を決定的に思い知らせて差し上げます。覚悟なさい、シャルティア。望むところでありんす。アインズ様、順番が前後して誠に申し訳ございませんが、開催のご許可をいただけないでしょうか？うん。なんだかトラブルの種になりそうな気もするけど、武力衝突するわけじゃないし、平和的に決着をつけられるならこれはこれでありなのかな。
わかった。デミウルゴスよ。この件の仕切りはお前に一任することとしよう。ありがたきお言葉、光栄に存じます。ナザリックの名にかけて必ずや公平なるオーディションを開催してみせます。何これ、なんでこんなに集まってるの？あ、見てお姉ちゃん、あそこに看板が立ってるよ。看板？ナザリックのヒロインを選び出せ、オーディション開催概要。なんなのあれ。多分アルベドさんが準備してる公演のヒロインを決めるオーディションじゃないかな。参加者にはラストシーンの一節を演じていただきますって書いてあるし。ああ、あれか。どれどれ。参加を希望する者は名前を記入してください。へえ、誰でも参加できるんだ。お姉ちゃんは立候補しないの？はあ、あたし？あたしはそんな柄じゃないし。それに見てよ。お？参加者の名前を書く欄。あ、アルベドが自分の名前をデカデカと書いた上に、シャルティアが真っ赤なインクで名前を上書きしてるでしょ？ありゃ宣戦布告の合図だね。あの二人と争うなんて、私はごめんだね。争うって言っても、実際に戦うわけじゃないんだから、遠慮しなくても。わかってないな。見た目は可愛くても、マーレはやっぱり男の子だね。え？何それ、どういうこと？女が一度本気になったら、どんな手使うかわかんないってこと。特に、あの二人はね。そうかな。きっと、他のみんなも私と同じ考えだと思うよ。オーディションの結果は投票によって決定されるって書いてあるけどさ、ほとんどのメンバーは投票を棄権するんじゃないかな。それじゃあ公平な審査にならないじゃない。そうだけどさ、どちらかに投票したなんて話が広まったらどうなると思う？どんな報復をされるか分かったもんじゃないでしょう。いくらあの二人でもナザリックのメンバーに手を出すようなことはしないと思うけどな。普通はね。だけど今回の一件には女のプライドが絡んでるんだから、何が起こるかわかんないよ。なんかお姉ちゃんいつもと違うね。まああれ、それどういう意味よ。いや、深い意味はないよ。まったく面倒なことになったな。コキュートス、まあその通りだけどさ、ナザリックの強化に取り組まねばならない大切な時期にこのような茶番を催すとは。デミウルゴスめ、血迷ったか。待って、このイベントはデミウルゴスが仕切っているの？そのように聞いているが、あのデミウルゴスが何の意図もなく無駄なことをするとは思えない。きっと何か考えがあるはず。なるほど。どうしたのお姉ちゃん。ちょっと楽しみになってきたかもね。オーディションまであと3日か。演技の練習をしたかっただけなのに、いつの間にかナザリック全体を巻き込んだイベントになっちゃったな。アルベドやシャルティアが絡むとどうしていつも話が大きくなるんだ。二人ともなんというか極端なんだよな。まあそこが二人の魅力でもあるんだけど。ん？あれは。どうして私を置いて、どうして私を置いて一人で行ってしまわれたのですか。せめて私のために、せめて私のために毒を残してくださったらよかったのに。
唇にはまだかなり真剣に練習しているな。アルベドのあんな顔を見たのは初めてだ。アインツ様、すまない、覗き見するつもりはなかったのだが。いえ、アインツ様がいらっしゃったことに気づかなかったとは一生の不覚でございます。申し訳ございません。気にするな、それほど熱心に取り組んでいたということではないか。さぞかし熱のこもった演技に仕上がっているのではないか。いえ、それがまだまだ納得のいく演技には至っておりません。そうなのか。はい、実はパンドラズアクターにもアドバイスを求めたのですが。あいつに？やつは何と言っていた。演技にとって大切なのは役を愛することです。リーベル、恋せよ乙女。反の野郎。私なりにパンドラスアクターのアドバイスを解釈しようと試みたのですが。奴の言うことは話半分に聞いておけ。はい。ではオーディションを楽しみにしているぞ。アインツ様、どうしたのだ改まって。このようなお願いを申し上げるのは不敬の極みではあるのですが、少しだけ稽古に付き合ってはいただけないでしょうか。申し訳ありません、出過ぎたことを申し上げました。いや、少しでもヒントを得られるならやってみるべきなのか。少しなら構わないが。さようでございますか。はあ、なんということでしょう、アインツ様をお相手に稽古できるだなんて。それでどうすればよいのだ。ではそちらに横たわっていただけますでしょうか。横になればいいのか。はい、ラストシーンではロミオは毒を飲んですでにこと切れておりますので、そちらに横たわっていただくだけで結構でございます。え、それだけ？これでいいのか。それでは始めさせていただきますね。どうして私を置いて一人で行ってしまわれたのですか。せめて私のために毒を残してくださったらよかったのに。なんか近い。あと呼吸が妙に荒い。唇にはまだ毒が残っているかもしれないわ。口づけすれば。まさか本番を待たずしてこのようなチャンスが巡ってくるなんて、私もう止まりませんわ。まずい、このままではファーストを奪われてしまう。いいのかこんな形で。鼻息のせいでロマンが台無しだ。あ、いや、ロマンがあればいいという問題でもないけど。シャルティア、それは正常投擲より。今すぐオンカタから離れるでアリンス。サモナイト、ウォールズオブジェリコ。そんな薄っぺらい防御壁で正常投擲槍を防げるとでも思いんす。私のスキル構成は防御に特化しているわ。粗末な槍一本防ぐのはたやすいことよ。なら試してみるか。やってみる。やめんか。お前たちナザリック内でスキルを発動するとは、しかも東方に対して言語道断だ。大変申し訳ございません。すみません。お前たちの反省の言葉は聞き飽きた。少し頭を冷やすがいい。またアインズ様を怒らせてしまったでアリンス。誰のせいだった。アルベドはずるいでアリンス。私はただ稽古に付き合っていただいただけで。鼻の下が伸びきった下心丸出しの顔でアリンした。鼻息がこちらまで届いてきたでアリンス。
そうなの？アルベドがなりふり構わないのなら、私も手段を選ばないでアリンス。それはどういう意味？御方の唇を奪うため、ありとあらゆる手を使わせていただきんす。待ちなさい、シャルティア。せいぜい頑張っておくんなまし。シャルティア、一体何を企んで？オーディションは明日。シャルティアが何かを仕掛けてきている様子はないようだけど、このまま何も起こらないとは思えない。あ、あらあらじゃない。オーディション明日だよね。頑張ってね。ありがとう。それじゃあ。様子が変ね。ちょっといいかしら。何アルベド、怖い顔して。あなた最近シャルティアと会った？会ってないし。本当に？どうして嘘をついたりしたの？あなたらしくもない。それは、あなたもしかしてシャルティアから何かを頼まれたんじゃない？なんでわかるの？そうなのね。何を頼まれたの？私に投票してちょうだいって。やっぱり。あなたはどう答えたの？そんなこと言われても困るよって。そう、シャルティア組織票固めに乗り出したってわけね。あなた以外にも同じことを頼まれた者はいるのかしら？どうかな、詳しくは知らないけど、でも多分階層守護者以外には接触していないと思うよ。あら、どうして？他のメンバーは今回のような厄介事には関わりたがらないだろうし、プレアデスも全員棄権するみたいだよ。アルベドやシャルティアに匹敵する力を持つものじゃないと、何かあった時に自分の身を守れないからね。ならば階層守護者に確認してみるとしましょう。それがいいと思うよ。じゃあ、アウラ、まだ話は終わってないわ。何さ。あなた、私に投票する気はないかしら？だからそんなこと頼まれても困るって。これと引き換えというのはどう？それは百獣の頂点に立つ獣だろうと誘い出せるレジェンドアイテム、カルカン。アニマルコレクター垂涎の一品よ。物で釣る気？シャルティアは組織票固めに動いているのよ。私も手段を選んでられないわ。だけど。これは手付けとして差し上げます。私に投票した暁には上位アイテムのカルカンハイグレードを差し上げましょう。ずるいよ。何と言われようと構わないわ。シャルティアにアインズ様の唇を奪われるくらいなら、私は鬼になる覚悟よ。も変わらずトレーニングでありんすか。さすがは武人コキュートス。シャルティアか、こんなところまで何しに来た？明日のオーディションでありんすが。断る。まだ何も言ってないでありんすが。オーディションの前日にお前が私を訪ねる理由など一つしかないではないか。察しの良いことでありんすね。もちろん私もただで協力してくれなどとは言わ。買収とは誇り高きナザリックの名を汚す行為だ。さすがはコキュータス、予想通りの反応でありんすね。
武器を収めてくださいまし。私はあなたを買収しに来たわけではござんせん。では何をしに来たというのだ。ゴキュートスはアインズ様と剣を交えてみたいとは思いんせんか。貴様何を言って。強き者と戦ってみたくなるのが武人の佐賀でありんす。コキュートスが内心アインズ様と決闘を望んでいたとしても、それは無理なきことでありんす。ですが階層守護者たる者、アインズ様に剣を向けることは許されない。ならばせめて舞台上だけでも剣を交えてみるのはいかがでありんす。舞台上だと。ディボルトという役がござんす。主役のロミオと決闘するシーンがありんす。たとえ虚構の世界とはいえ、あのアインズ様と決闘できるのは魅力的ではありんせんこと。バカなことを。切っ先が震えていんす。体は正直でありんすね。帰れ。いかなる誘惑を持ちかけられようと私は応じぬ。お前もナザリックの一員なら小細工を浪殺、正々堂々と勝負に挑め。わかったでありんす。難しいとは思っていたけど、やはり拒否されたでありんすね。アウラも説得には応じませんでしたし、このままじゃ私は。皆さん、本日はよくぞお集まりいただきました。これよりナザリックのヒロインを選び出せ大大大オーディションを開催いたします。デミウルゴスのやつ、妙にノリがいいね。やつが主催したイベントだ。盛り上げようとしているのだろう。そうなのかな。今日はよろしくね、シャルティア。その衣装、いつの間に仕上げたでありんすの。裁縫は宿女のたしなみですわ。見た目だけが全てではありんせんわ。それでは開会の挨拶をアインズ様より賜りたく存じます。うん、まずは二人とも今日までよくぞ稽古に励んだ。今日は正々堂々と演技力で戦うのだ。よいな。はっ。他の者はと言っても大半の者は棄権したようだが、どうか公平な目で二人の演技を審査してほしい。私からは以上だ。素晴らしいお言葉をありがとうございました。それでは審査に移りたいと思います。今回のオーディションではロミオとジュリエットのラストシーンをお二方に演じていただきます。このシーンではすでにロミオは死んでおりますから、人形を用意いたしました。あれはアルベドの抱き枕。特別にお貸しすることにしましたの。アインズ様によく似ているでしょ。ちゃんと洗ってあるんでしょうね。もちろんよ。それではお二方、どちらからでも構いませんが、どうします？シャルティア、お先にどうぞ。アルベドが順番を譲るなんて何か企みでもありんすの。だからといって引き下がるわけにはいきんせんわ。ではお言葉に甘えて私から行かせてもらいんす。先行はシャルティア。ではお願いします。落ち着け、落ち着くのよ。アインズ様に少しでもいいところを見せるでありんす。シャルティアが涙を。珍しい光景だな。ロミオ様、どうして私だけを置いて
ために毒を残してくださったらよかったのに。まさに熱縁だな。アインズ様がこっちを見てくださっている。いい感じでアリンス。唇にはまだ毒が残っているかもしれないわ。口づけすれば。人形の口に何か塗られていんす。これは毒？何も本物の毒を仕込まなくたって。アルベド、まさか。あれ？動きが止まったよ。妙だな。落ち着くでアリンス。ここで抗議の声を上げたところでアルベドが毒を仕込んだなんて証拠は見つからないでしょうし、そもそもアンデッドである私に毒は効かないでアリス。それなら。キスしてる。子供は見ちゃダメ。なんで。これはなんというか、シャルティアがあんなに大人っぽい顔をすることもあるんだな。ロミオ様、今おそばに参ります。ナイフが胸を貫通しちゃってるよ。あえて治癒効果を発動させず血が流れるままにしているな。見上げた根性だ。ご観覧いただき感謝いたします。シャルティア、怪我大丈夫？演技にとって大切なのはリアリティでありんす。しばらくこのままにしておきんす。そう。以上、シャルティアの演技でした。続きまして、アルベドに演技を披露してもらいます。参ります。残念でありんすね、アルベド。あなたの企ては失敗に終わったでありんす。何のことかしら。とぼけるのは自由でありんすが、あなたは自分の罠に足元を救われることになりんす。どういうこと？私は口づけしましたが、毒はまだまだ残っていんす。舞台衣装に着替えたあなたは毒無効の装備を外していんすから、口づけすることは不可能でありんす。そう。なんでありんす、あの余裕は。まさか何か策があるとでも。ではお願いします。ロミオ様、どうして私だけを置いて一人で行ってしまわれたのですか。せめて私のために毒を残してくださったらよかったのに。シャルティアさんとは違って静かだね。死を前にした者の境地というのか、内に秘めた情念を感じるぞ。唇にはまだ毒が残っているかもしれないわ。口づけすれば。魔法をかけている様子はない。それならアルベドはキスすることなどできないはず。一体どうするつもりでアリンスの。愛しいロミオ様、私にも毒をお分けください。アルベド、何を考えて。なんかアルベド苦しそうじゃない。あの人形には猛毒が仕込まれていんす。それなら今すぐやめさせないと。待て。コキュートスさん、なんで。アルベドの様子を見ろ。愛する者の口から懸命に毒を吸い取ろうとしている。後を追う者の姿勢としては
正しいのではないか。だけどこのままじゃアルベドさんが。凄まじい気迫だ。アインズ様、もだえ苦しみながらも愛を貫こうとするその姿勢、これぞジュリエットのあるべき姿ではないか。まさかこれがアルベドの本当の狙い。危機迫る演技をアインズ様にお見せするためにわざわざ毒を仕込んだ。私に毒が効かないことも計算の上で。ロミオ様、今おそばに参ります。デミウルゴスさん、そこまで。キュアポイズン。アイン様、シャルティアもこちらに来るのだ。はい、回復してやろう。アインズ様、ありがとうございます。二人とも無茶をしたものだ。だが見応えのある演技だったぞ。ありがたきお言葉、光栄に存じます。気を緩めるのは早いと思いっす。そうね、審査はこれからですものね。それではただいまより投票に移りたいと思います。投票用紙に丸をつけて提出してください。なお、公正を期すため主催者の私は投票いたしません。またアインズ様のご意思は全てに優先するため、アインズ様もご静観くださいますよう。どうしようかな。私の心は決まった。私も決まったよ。できることは全てやったはず。勝つのは私以外にありえない。まだ終わってはいないでアリス。それでは結果を発表いたします。シャルティア1票、アルベド1票、同数につき引き分けです。そんな、こういう結果でありんすか。おかしいわ、どうして2票しか入っていないの。誰か棄権したの。僕どちらも選べないから。それならアウラとコキュートスが1票ずつ入れたということ。アウラは私に投票するはずだから。あなたはシャルティアを選んだのね、コキュートス。いいや、私はアルベドの覚悟を買いアルベドに投票したが。え、じゃあごめんね。アウラ、そんな嘘よ。アウラにはカルカンハイグレードを渡すことで取引が成立していたはず。まさか裏切ったの。いや、ギリギリまで迷ったんだけどさ。アウラのポケットからはみ出ているあのアイテムはカルカンプレミアム。神獣さえも屈服させるというゴッズアイテム。めったに手に入るものじゃないのに、一体誰が。シャルティア、私が渡す予定だったアイテムよりも優れたアイテムをあなたは差し出したというの。同数ということは仕切り直しでありんすね。よくも汚い真似をしてくれたわね。あら、何のことでありんす。あなた、アウラを買収したんでしょ。言いがかりをつけるのはやめておくんなまし。言いがかりなものですか。アウラ、そのアイテムを渡しなさい。これをアウラに渡したのはあなたでしょ。証拠はあるんでありんすの。アウラに聞けばはっきりするわね、アウラ。まさかシャルティアは口封じを。証言は得られないようでありんすね。どうなの、アウラ、答えてちょうだい。はあ、私にアイテムをくれたのはアルベドとシャルティアの二人だよ。え、ちょっとアウラ、何を言っていんす。証拠だってあるんだから。アイボールコープスがちゃんと取引現場を目撃してたよ。
なんなら呼び出そうか？一体どういうことなの？まるで最初から私たちが取引を持ちかけてくるって知ってたみたいじゃない？まさか！おやおや、どうしたんです？二人が私を買収しようとしたんだよ。そうなんですか。それは見過ごせませんね。規約によりますと、不正が発覚した場合は失格となりますから。デミウレガス、これがあなたの策略ってわけ？はて、何のことでしょう。私たち二人が不正をするように仕向け、二人とも失格に追い込む。そのためにアウラを利用したんでしょう。そういうことでアリンしたの？根も葉もないことをおっしゃられても困りますね。私はただオーディションが公正に行われるよう万全を期しただけです。二人が接触してきたら直ちに私に知らせるよう階層守護者たちにはあらかじめ伝えておいたんですよ。私たちはあなたの手のひらの上で踊らされていたわけでありんすか？二人のどちらが勝っても禍根が残るのは間違いありません。ならば結論は一つ、二人とも負けていただくしかない。私の戦略は最初から決まっていました。デミウルゴスの方が一枚上手でしたわね。目先の欲望につられて安易な手段に頼った報いだ。そう悔しがるな、二人とも。アインス様、情けない姿をお見せしてしまい、何と申し上げたらよいか。家庭に問題があったことについては残念に思う。しかし二人の演技を見ることができたのは私にとって収穫だった。二人ともよく頑張ったな。アインズ様、お情けをいただきありがとうございます。どちらが勝っても禍根が残るか。確かにデミウルゴスの言う通りだ。結果としてはこれでよかったのかな。では皆の者、これにて。あのちょっとよろしいでしょうか。マーレ、あんたどうしたの？その衣装、僕もオーディションに参加しようかなって。はあ？今からですか？募集期限書いてなかったし、男はダメとも書いてなかったよね。それは確かに。マーレ、冗談でありんすよね。まさかあなたもアインス様の唇を狙って？そうじゃないけど、二人がやっているのを見て僕もやってみたくなったっていうか。ダメでしょうか、アインズ様。どうしてマーレはここまでスカートが似合うんだ。上目遣いで俺を見ないでくれ。デミウルゴス、お前の負けだ。ではただいまよりオーディションの続きを。待って、待つのよ。アイン様の唇を渡すわけにはいかないわ。マーレ、何でも好きなものを言ってみっす。あんた、また物でつる気？僕はただ舞台に立ちたいだけだから。マーレ、結局揉めるのか。静粛に。